大仙町は、大分県西部に存在した町である。2005年3月22日に、北郡前津江村、中津江村、上津江村、天ヶ瀬町とともに、北市へ、編入合併し、行政地域としては消滅したが、編入後も、北市大仙町として地名は残された。筑後川の本流にあたる大仙川が流れ、松原ダムが設けられている。松原ダムのダム湖は、 大仙町の特産品にちなみ、バイリンコと呼ばれる。湖には遊覧船が就航している。大仙町では、政府がまだ米の増産を推進していた1961年に、米作には、不適な産地の地理的特性を生かして、作業負担が小さく収益性の高い梅や栗を栽培し、さらに梅干し等に加工して、付加価値を高める NPC 運動を開始した。 梅ぐり植えて、ハワイに行こう。というユニークなキャッチフレーズで知られるこの運動は、農家の収益の向上に寄与し、大山町は、全国で、最も住民のパスポート所持率が高い町になった。この運動は、後の一村一品運動の原点としても知られている。梅ぐり運動の影響で、梅は、大山町の基幹産物となり、現在では、町内のほとんどの農家で、 梅が栽培されており、町内にある宿泊温泉物販施設、響の里には共同の梅酒工場もある。梅酒の生産販売には日課の協力を得ている。中国チャンス商の農場と提携し、蜂蜜や梅の共同生産も行っている。大仙町ではその後も2000年に地元産の有機農作物を使ったバイキング形式のレストラン、 木の花ガルテンを町内にオープンするなど、先進的な取り組みを続けている。木の花ガルテンの年間購買客数は240万人、年間販売額も安定的に15億円を上回る水準で、農家の所得向上に大きく寄与している。人口3600人の町で1000万円以上の年収の農家は150世帯を超え、年収2000万円の農家もある。 町内を鉄道路線は通っていない。最寄り駅は JR 九州急大本線日田駅あるいは文後三吉駅。一般国道。ありがとうございます。